はい、今回は、東京駅の、名物駅弁、深川飯です。この深川飯は、いつぐらいだったかな、多分、2000年、西暦2000年ぐらいに、東京駅、東京周辺の、主な駅で、まあ、販売され始めたと僕は記憶しています。で、当時、駅弁ってそんなにめちゃめちゃ美味しいっていう、そんなような感じではなかったんですけど、この深川飯はもう食べてびっくりした記憶があります。こんなにしっかりとした味付け、うまみのある弁当って、駅弁って、なかったんじゃないかなと思いましたね。で、まあ、今回久々、本当に久々だな、10年ぶりぐらいかな、深川飯を買ってきたので、開けてみたいと思います。パッケージってもうちょっと変わったんじゃないかな。本当に2013年リニューアルなんで、出来たてほやほやですね。穴子は大きくなったな。前こんな大きくなかったですよ、穴子。すごいボリュームですよね。で、このあさりご飯。このあさりご飯もすごい、なんかツヤツヤで、とっても美味しそうです。で、副菜、このナスの、お漬物とかは同じかな。なんだろうな。以前は、そうだ、ハゼの甘露煮が2尾っていうのかな。乗ってたはずなんですけど、リニューアル後はそれがないですね。その代わり、この穴子が大きくなったと思います。それは明らかに見た目で違いますね。ということで、ちょっとこれ穴子食べてみようかな。こっち、よよあれ、ちょっと海苔と一緒にくっついてきちゃいましたね。で、これを食べてみたいと思います。ん?うま。めっちゃうまいですね、これ。この穴子が、駅弁でこのレベルの穴子を食べられるってのは、なかなかないですね。すごく柔らかくて、舌触りが良くて、穴子のうまみも十分出てます。いやー、やっぱ、東京に来たら、深川飯。これはもう、定番ですね。ぜひ一度食べてみていただきたいと思います。以上です。